皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は対抗力士伝5、明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。でですね、ついに二条城まで攻略を完了しています。この沢山城、坂本城と攻略して二条城を奪取で、さらに奪われていた昇竜城と、さらに丹波亀山城も攻略して、畿内一円をですね、光秀の勢力に県内に完全に収めたというところまで進めています。でさらに京都においてはですね、お金をひたすらに寄付して、蘭奢待の切り取りも許されたということで、名実ともに武田信玄と並び立つ存在になってますので、今回はですね、いよいよ信玄との雌雄を決するという意味において積極的な攻勢に出ていきたいというふうに思っています。ではまずですね、伊勢志摩、この辺りから、武田の勢力を駆逐してですね、尾張へ攻め込んでいこうかなというふうに思っています。では早速プレイの方を続けていきます。この二条城を拠点にすることができたので、京都にお金を寄付しに行くのがですね、むちゃくちゃ楽になりましたね。今までだとね、それなりの距離あったんですけども、もうそれが当日のうちにつけるほどに近づいているので、どんどんお金をね寄付していこうと思います。では早速表情で伊勢志摩に出陣していきます。まずは手始めにというわけじゃないんですが、この長島城、ここを攻略することによって、このあの津城を孤立させていこうと思います。では長島城攻略です。玉之助がね、結構最近、しっかりと成長を遂げてくれてますね。でさらにですね、赤松はじめいくつかの大名家を心中させることも成功しているので、援軍も得やすくなりましたね。赤松の他に芦名、旗野、こういったところも完全に支配下に置いてます。あと一色もそうですね、完全に支配下です。で三好とは同盟、まだこれは従属させてはいないものの、完全に同盟結んでるので、いつでも出陣に応じてくれるかなというふうには思います。では一徹あるいは数増で援軍を要請していきます。数増は援軍が出せないか、一応交渉で降伏してくれるのであればありがたい。要請に応じないようであれば完膚なきままに叩き潰しましょう。援軍が来ると少々厄介なんで早めに落としたいですね。武田家の軍団、援軍ですね。何軍団よ。長島城より和議、これは内容は停戦か。いや、ここは停戦には応じない。拒否して援軍と野戦に入りましょう。信玄軍が和睦しといた方がよかったな。では武田軍、信玄軍の迎撃戦入っていきます。基本的には待ち受けて出てきたところを叩いていく、そういう迎撃戦を展開していきましょう。今川軍が援軍、いや大丈夫だね、先に攻略完了ですね。いや今川軍がここで援軍できてたら危なかったですね。さあ長島城攻略しました。次、兵力がないので、
清洲城の救援に向かうには厳しいかな。一回戻りましょう。清洲城が持ちこたえてくれることを祈りましょう。うんちくじいさん、ほっほっほ、困っておるようだの。まあ、確かに困ってはいる。ああそうなんだよね、観音寺で今一気起きてるんですよね。治安について教えてくれるということなので聞いておきましょう。城ごとの住民安定度は様々な要因で下がる。何もしなくても自然に下がることもあると。お主が高潔の名士なら下がりにくい。いや高潔も高潔よ。で適正勢力が流言を流したりすると、まあ、さらに下がりますということですね。で2度目をやられても下がるか。うん、治安を上げておくのが一番かなと思ったんですけど、生活必需品の価格が高騰すると、まあ、住民のね不満が爆発しやすくなるということですね。まあ、最近だとねトイレットペーパーだなんだがなくなったっていうのは確かに不満の一因にはなりますよね。買いだめ転売、これは現在現代にも通ずるところかなというふうには思います。でそういった2度目を解除する方法は、御用商人であれば可能。ほう、御用商人は今実は一つどっか入れたと思うんですけど、あと二つ入れられるってことですね。三つまで可能ということなので。なるほどね。まあ二度目今観音寺で食らってるので、うまくこれを解消してあげなきゃいけないわけだな。まあ、観音寺は落とされると落とすのが大変な城なので、まあ、とりあえずですね治安を手っ取り早く上げておきましょう。表情守名伝達で森成に治安の回復を命じましょう。でその他ですね、守名をいくつか伝達しておきます。一徹が清洲城攻略、これ失敗しましたということなんで、この後清洲城攻略のために出陣をしていきたいと思います。留吉さんが納屋を御用商にしてもらえないかという、まあ、先ほどねうんちくじいさんも、御用商の話はしていたので、この納屋を2つ目の御用商人にしておきましょう。1万貫をくれるというしね、まあ、1万貫ってもはやはした金ではあるんですが、ではまずですね人事で助手任命しておくのと、あと合わせてですね、まあいわゆる与力を追加しておこうかなと思います。日野城は小一郎に任せ、さらに与力を使わしましょう。では出陣していきます。清洲城の攻略がうまく進んでないようですからね。いやでも清洲城を攻略するぐらいだったら光秀自ら出陣するのであれば鳴海城の攻略をしましょう。そうすれば清洲城を孤立させることができるので一徹で十分に攻略ができるでしょう。では援軍はそうだな、旗野から八神城36,000、2000貫出して出陣してもらいます。さらに援軍、どこに援軍要請するかだな。ある程度数がいるところじゃないと来てもらって援軍数増す援軍出してくれなかったがしょうがない。まあ敵の戦力決して多くはないので敵の援軍が来る前に一気に型をつけましょう。よし、鳴海城攻略できればあとは一徹に任せられるかな。まあ、ただついでに
余勢を買って今川に攻めるか武田に攻めるか、まあ、ただここも武田を攻めておいた方がいいよね。鳥羽城を攻略しましょう。で伊勢志摩残りの2つの城を孤立させる。援軍の要請もちろんしていきます。さてどこに援軍の要請を出すかですが、まあ、三好全然援軍出してくれてないので三好に援軍の要請を行います。今川軍が援軍でやってきたか。松永長頼1万6000これはありがたいな。では、この鳥羽城の戦いこなしていきます。はい、鳥羽城攻略完了してます。これで、ま、機内だけではなくて、全国的に見てどうだろう、信玄を上回る勢力に成長したんじゃないかな。少し確認していきます。そうですね、今や支配力でも信玄を上回って1万2000に迫る勢い。3万6000プラス、簡易最高位を極めれば条件クリアになりますので、まずはねそこを目指して頑張っていきたいと思いますが、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。